来てくださっている中に私を知っている人がいるかもしれません。でも今日はニューということでお願いします。それとすぐ済むので歌う前に少しだけお話しさせてください。実は私、小さい頃はアイドルになりたいと思ったことがありました。でもいろいろあってその夢も追いかけられなくなったりして、そんな私はいつも誰かに思ってもらってばかりの弱い人間でした。本当なら今日もこのステージには立っていなかったかもしれませんけど、私にはいつも勇気をくれる憧れのヒーローと大切な仲間たちがいました。その人たちが支えてくれたから今日私はこうしてステージに上がることができた。この場をお借りしてお礼を言わせてください。みんなありがとう。でも、みんなに支えてもらうほど弱い自分を受け入れなくちゃいけないみたいで、本当はすごく悔しかった。そんな自分を変えたかった。憧れのヒーローたちの隣に私も胸を張って並べるようになりたかった。そんな時でした。二人の女の子に出会ったんです。お姉さんこっちに手振ったよ。私とアキちゃんのことかな。そしてその子たちの話を聞いているうちに、私の中で熱い何かが吹く。私も誰かにとってのヒーロー、ヒロインになろうって決心しました。その結果が今この瞬間です。ニャーさん、さあ皆さんお待たせしました。座ってる人もそろそろ立ってくださいね。まずはいつも私を支えてくれる大切な人、私をヒロインにしてくれた女の子、いきますよー。